みなさんこんにちは、グラビアアイドルいおりいおです。はい、ということで今日もいおりいおの愛の無茶結構痛いというタイトルで、はい、いおりいおやって克服シリーズやっていきたいと思います。イエーイ。今回はこちらです。ドーン、キャラパキというものを見つけまして。お菓子、お菓子なんですけど、お菓子食べる企画、いいね。食べれるんですが、実はこれ型抜きになってまして、こういう感じでね。あれでしょう、あのさ、イカゲーム。あ、そうです、そうです、それのチョコレートバージョンです。あーね、死ぬミスったちょごめん、世界観がイカゲームと混在しちゃって。無知で打たれます、失敗したらなんで？もういいって。あ、5枚やります、ここに。はい、5枚中3枚、うん、成功できたら、うん、ご褒美、コンビニスイーツ。うわー、かっさらっちゃうよ、経費で経費でこれは、制限時間なしでゆっくりやっていってもらっていいので、うんうん、はい、伊代さんのペースでおーやっていただければと思います。ただあれなんでしょう、皆さんから募集した質問に答えながらやるんでしょ。はい、なんかそれ質問に答えていただきながらやっていただきます。お、キテちゃんやん。早速質問とか相談をいいですかね。私は35歳で8個下の女の子とアプリで知り合ったんですが、あのえ、ほんとこれちょっとあのキティちゃんの足がちょっと一旦練習として。そうだね、そうだね、見逃します。そしたらじゃあこれは見逃して、足もげたのはちょっと見逃して、うんうん、はい、ということで、はい、じゃあお願いします。はい、35歳で8個下の女の子とアプリで知り合ったのですが、はいはい、8個違いだとどう見られてるのでしょう、うん、どう見られてるのでしょう、どう見られてるのでしょう8個上だなじゃないですかそれはなんか恋愛的に自分を見てもらえるのかどうかっていうところが、まあ、気になってるのかな、恋愛対象に入るのか否かっていうところですね、やっぱり。あ、でも全然8個だったら入るんじゃないかな。イオさんはどうですか。あ、全然余裕余裕。最近さ、なんか52歳の俳優さん好きなんだけどまさかのこれなんかツイッターでも言ったんだけど、サイモンペクさんっていう人がちょっと推しで、調べたら52歳って書いてあって、え、悪いってなったまあ特に大丈夫だと思います。あの、いい関係だったらちゃんとなんかそのあなたが思ってる風に見てもらえてると思いますよ。うんうん、下着を購入する際にこだわりはありますか。こだわり、エロいやつ。おぉいや今日エロいやつ履いてる。これはちょっと後ほどスタッフの方で確認させていただきます。いやシンプルにセクハラ下着ってエロくないとテンション上がんなくない。それはわかります。だよね、はい、でもさ、私見せるさ、あのメンズがいないから、うんうん、あのファンの人に見せてるエロくないっつってなんかいい感じ。お、どうですか進捗。ちょっとあ、綺麗綺麗綺麗、ちょっともげたコツ掴んできたわ。お、いいですね。宝物は何ですか。家族ですね。私の宝物は間違いなく家族ですね。お、結構家族以外割とどうでもいい主義やめろや逆にね、いい親というか割と何でも許してもらえたというか、ちゃんと自分で始末つけられる範囲のことはあのすごく伸び伸びと育ててくれたので感謝してます。おお、いいですね。腕もげそうだったカップな、怖い。ちょっと足もげキティちゃんですができました。でね、これはそう、リンゴはあのちゃんともげててもいいやつです。はい、リンゴとキティちゃん、これが、完成です。おということで1個目、はい、クリアということで。はい、これクリアにしてくれるってどんな優しさやねんって感じだよね。1個目ですからね。でも今後どんな厳しさで来るのかもう分からんよ。おポチャコ、かわいい。よし、頑張ろう。ゴー。行きましょう。はい。僕24歳の厄年です。あ、厄年。車にひき逃げされたり、車にひき逃げされて自転車壊されたり、いろいろと。伊代さんは厄年実感したことありますか。毎年厄年だと思ってる。どういうところが厄年だと思います。いやでもね、結構私も厄年もう終わったんだけど、厄年ってさ、厄年だから嫌なことが起こるんじゃなくて、嫌なことが起きたから厄年だと思うんだと思うんだよね。
そうだからなんか私は嫌なことが起きたら、まあ、なんか厄年のせいだなっていう感じで、だからなんか実感するというよりも厄年のせいにしてる。まあ、厄年やんな、しょうがないなみたいな。まあ実感すると言ったらまあしてるんだけど、まあ厄年のせいにしてるの方が近いな。いやでも大丈夫ですか、怪我とか。結構やばそうな匂いがプンプンしてるから、怪我しないようにしてくださいね。本当に。彼女に結婚迫られてるのですが、はいはい、付き合ってるだけでよくあんまりモチベーションが湧かないです。あら、はい。このことなんですか。男の人の見た目寿命というか、価値を見出してもらえる時間って男の人って長いんだけど、女の人の価値を見出してもらえる時間って短いんですよ。で、これは何が言いたいかっていうと、例えば結婚相談所とかに行くとね、男性ってすっごく若い人を好むんですよ。これ日本だけかもしれないけど。だから彼女さんはあなたと付き合って結婚まで行きたい気持ちあるけど、まあ、うまくいかなかった場合も多分考えてる。でもそうなった時にね、30ぐらいになっていきなり別れようって言われた時に、すごくその後関係を構築するのが大変なんですよ、マジで。女の人の30代ってね、大変なんだよ本当に。だからなんかこうモチベーションを湧かないっていうのもさ、わかる。なんか今の時代的にちょっと難しいよね、なんかそういうの。だったら言ったらこれが難しいってさ。ていうかさ、そもそもなんでこれさ耳離れてるわけ。耳を離すな。これ耳離れてるのが正解とかそういうパターンないですよね。ないですね。やば、失敗ということで。失敗、質問の答えもいいところで、ポチャッコ許さねえからな。まあ、という感じでですね、質問の答えを返しますが、女の人のそういう価値を見出してもらえる時間っていうのがすごく短いっていうのを多分念頭に置いてもらえれば、結婚とかに関してももうちょっと考え方が変わるんじゃないかなと思うので、彼女さんのそういった側面、悩みとかも考慮してあげてみてほしいなというふうに思います。頑張ってください、ファイティン。マイメロちゃんです。マイメロちゃん、かわいい、かわいいね。難しそうだね。行くか。苦手なこととか弱点ありますか。これ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 だよ、精密作業。そうだね、精密作業が苦手だね。自分を魅力的に見せるコツが知りたいです。自分を魅力的だと思うこと。おお、いい答えでしょ。あー、貸すとけよ。自信のない人に人はついてこないから、自信のない姿が可愛いって言って刺さる人もいるけど、でもそれって魅力かと言われるとさ、魅力的ってわけじゃないよね。守ってあげたいっていう風に思われるからこそ発生する魅力なのであって、だからやっぱり自分に自信を持っていくことが魅力アピールがうまくできるっていうのにつながるのかなと思います。はい、今こんな感じです。おお、でも来てますね。来てるね。今ね、ハートを救出したんですよ、ほら。お、ハートを上手くなってきてる。やっぱ慣れかな。慣れなんかな。はい、受験応援してください。頑張れ。受験というのはな、正直付き合えばじゃどうにもならんものやから、ダメな時はいっそのこともうダメやって諦めた方が実は勉強が進んだりとかするから、あまり思い詰めないっていうことが大事やから、息抜きちゃんとしつつ頑張ってくださいね。応援してます。まいりよ。そうこう言ってるうちにできました。素晴らしい。このいちごちゃんとハートちゃんもね、細かいところもちゃんとできた。そう、救出して、はい、どう、成功。やった、もうポチャッコでダメかと思った、ほんまに。今成功が2なんで、あと1回成功すればよくクリアです、はい、よっしゃー。でもこれ出るのによりますよね、残り2つ。正直このキキラちゃんとポチャッコが出たら終わる。そうですね。一番簡単そうなのはポムポンプリン、これ絶対に簡単。お引き多くない。逆に引きよ。引きね。企画的にもありがとうございますっていう感じですよ、本当に。バラエティの才能あったんかな。もしかして引きいいな。じゃあ行きましょうか。イオ姉ちゃんの最年少ファンは何歳ですか。いや、私ファンの方の年齢層高いから、ただ会ったことあるのはやっぱ同い年ぐらいで、 SNS とかで応援してますって言ってくれる人で若いなって思ったのは中学生。おでももうエッチすぎてあなたダメよと思って。お母さんに内緒でリップしてるでしょと思って、あんたエッチすぎてダメよってなりました。だからやっぱ高校生ぐらいになるとちょっと安心感がね増えてくるよね。ちょっと若すぎるとね、やっぱ私の職業的にちょっとエッチお姉さんだからさ。ち
と心配になっちゃうから、大丈夫かなっていう、ね、そうだね、それぐらいかな、はい。友達から恋人になる時の告白方法聞きたいです。友達以上に好きになりました、付き合ってください、これにしよう。はい、じゃあメモってください。はい、メモした、はい、メモした。てか、なんかシンプルでいいと思う。なんかいつもさ、なんか結構告白どうすればいいですかって聞かれるんだけど、やっぱシンプルイズベストやろ。思いは態度で伝えていけばいいから、言葉なんてシンプルでいいんだよ。友達以上に好きになってか付き合ってほしいんだよ。やれやれ、いけ。はあ、ちょっとほんまに緊張する。本当にさっき失敗したところに来てます。お、大丈夫ですか？質問投げかけちゃいますよ、ちょっとなんかしてた方がもしかしたら気紛れるかもしれないから。付き合う前に体の関係を持つことをどう思いますか？毎回セフレになってしまいます。毎回セフレになってんだったら、そもそも学んでくれ、ダメだ。そりゃダメやろ。毎回セフレになって悩んでんでしょ、気づいて。ダメやねん、それはダメ。はい、ダメしちゃダメ、わかった？ OK。 年上の方がなかなか仕事を覚えてくれません。我慢すべき職場ですかね。結局さ、年上を年下を隔てる大きな違いってなんだと思う？もうやだ、ポチャッコ嫌い。もうこの耳、なんでこれ話してんの、マジムカつく。はい、これはということで、こちらはチャレンジ失敗でございます。いや、やべえ、本当に失敗できなくなっちゃって、やばいやばい。これさ、結局さっきのなんかブロックより断然むずいぞ。こんなパキパキするだけの、初めてワードによってからに、もう後に引けない状態になりました。ヨウさん、こんなさ、机にチョコ散らかしてさ、何してんねん。いくよ、はい、ラスト、せーの。ですよ、買ってくるときに。しかも順番完璧すぎて。いや、本当だよね。たとえそれでさ、見て買ってきたとしてもさ、順番完璧すぎるんだよね。これ3回目ポチャコでございます。ね、ほんと慈悲ないの。いや、やっぱね、腹くくんないとね。結局、みんな1回は無視でしばかれてより見たいでしょ、多分。いや、でもちょっとコツつかんで起きてはいる。じゃ質問もお願いします。はい、さっきの年上だった、年上の方がなかなか仕事を覚えてくれません、話すべきでございます。年上の人と年下の人をこう隔てる大きな違いって何だと思いますか？生きてきた年数。お、正解、うん、まあ経験ですね、うん、経験がやっぱり年上と年下を分けている。で、能力の差があっても経験の違いがあるから、上の人は上司として立っているっていう場合がありますよね。残念なことに、日本の企業っていうのはほとんど大企業だったりするとね、ほとんど能力主義ではないんですよ。結論、何が言いたいかっていうと、我慢するしかない。だけど我慢するときに、この人はなんでできないのって思うと辛いじゃん。でも、なんでっていう理由はない、できない。それはね、能力の差っていうものが、正直年下、年上だろうがやっぱできてしまうんですよ。ただその仕方ないっつってできないことにあぐらをかいて、偉そうにふんぞり返っているっていう姿勢でいたら、それはムカつくから、ちょっと冷たく接してもいいと思うけど、ただその人がもし一生懸命やっていてなおできないんだったら、あの、我慢してあげてほしいなっていうふうには思う。なんでって思うよね。できんのにさ、なんで俺の方が年下なのにって思うんだけど、その人が頑張ってるか頑張っていないっていうところで、ちょっと態度の区別はつけてもいいかなって思う。愚痴っていこう、よりに。こういうところで発散していい。そうだね、こういうところで発散してほしいなって思う。こんにちは、元気ですか？あ、はい、あんま元気じゃないですよ。さっきから失敗して耳の局面入ってるから、あんまり元気じゃない。サードポイントはどこですか？横乳のほくろ。いやさ、もう嫌い、ポチャッコ。もうだってムカつく。ピンチ使いますか？ピンチあるの？一旦そのミス見逃します。おお、やった。じゃあこっから先うまくできたらいいってことね。はい、 OKOKOK、 しましょう。 OK、 ちょっとそうなんだよね、マジでむずい。あ、なんかさ、耳が1個しかない、なんかもうかわいそうな人になっちゃった。このラストの耳を守りきらなきゃいけないんだよね、私は。得意料理は何ですか？健康、美容を考えておすすめの食べ物などがあれば教えてください。てか料理できないんだけどさ。
え、もしかしてこれも苦手ですね。あするシリーズまあ、料理できないんですけど簡単なやつしか作れなくて、ただ昨日ナスと鶏肉のつけ麺を作りました。結構しっかり。あんなもんだって具材切ってさ調味料ぶっこんでさ炒めてあの麺茹でるだけだからしかもさ切り方も乱切りとかやから誰でもできるかな。それが私美味しかったです。めっちゃ簡単なんですよ。今度披露しますね。あのいい、はい、あのもうちょ失敗そうなんだよね。あらちょっと分かりづらいんですけど、ここに分かりますかね、亀裂が入ってるんですよ。あ、本当だ。でこれがこの耳ラインなんですよね。なるほど、伊代さんも佳境に入っております。かじるのあり？お、全然。お、これでちょっとずつ削る絶対に罰ゲーム受けたくねえやつなこれいけそうかも。何の絵面チョコ食べてるだけ。チョコ食べてるさ、何の絵面を取らせてんのこれ。脱毛前のシェービングがくすぐったすぎてくねくねしちゃいます。なんか対策ないですか？耐えろ脱毛がくすぐったすぎるんですけどどうすればいいですか？耐えろ耐えろ。それを乗り越えた先に栄光の、無のね毛が拝めっから大丈夫頑張れ。できました。ちょっと話してもらってて、もう片方の手、はい、耳元話してもらっていいですか？ってなんでですか？この左手の指を離してもらって、もう一回こんなパキパキ持ちゃこそぎに敗北してる。てかさ、そもそも3回連続持ちゃこなのがいけんくない？絶対ポンポンとかだったら成功してたね悔しすぎる。はい、ということで今回は失敗です。はい、お尻しばくんですか？私からしばくのはちょっとやっぱり、はい、かわいそうな絵面になってしまうので、はい、イオさん自分で自分をしばいてください。いや、それこそどんな絵面かわからないみんなも戸惑うわ。え、何みたいな。自分自身で SM プレイを楽しんでる方ですかみたいな感じになるでしょ。自分でここまで頑張った、できなかったっていう気持ち、悔しい気持ちを込めてイオさん自らバシッと厳しい鞭を。はい、ちょその前にティッシュもらっていい？ちょティッシュがさ、お疲れ様でした。ふもちゃんこさ、動画的には完璧な展開だったね。なんか持ってんのかなってぐらいさ完璧な展開だったんだけど。はい。イオリイオの分身といえばこちらですね。はい。こちらに向かってじゃあ懺悔いきたいと思います。私いおりいおはパキパキチョコっていうねチーコお菓子をこんな余裕やみたいな感じで生こいていた結果ですね、バラエティの才能が開花してしまって3回連続ポチャコ言ってしまったということでですね、あえなく3回連続失敗を収めましたということで罰ゲームなんですけども本当に大変申し訳ございませんでした。ではいきます。私の分身ダメよ何このチャンネル誰が楽しいん？はい、ということで頑張りました。ユリオはただね、ちょっとね、これ悔しいね、本当に、今回は本当に別に打ち合わせとかしてないんですよ。これ開けるまでマジでわからないのでなのになんか奇跡的なちょっとバラエティの才能開花しちゃったみたいで奇跡的な流れで開けちゃったのでちょっとね、なんか成功パターンも見たいじゃん。なので、まあ、次はちょっとリベンジしていきたいと思います。イオリイオの苦手克服シリーズ、皆さん次回も楽しみにしていてください。この動画で、頑張れと思ってくださった人は、高評価チャンネル登録、そして、もちろんコメントをね読んでいますので書いてくれたらすごく喜びます。そしておすすめのチークお菓子があったらぜひ私にコメントで教えてください。いろいろやっていきたいと思うので、ということで皆さん今回もありがとうございました。またねー。